はい、こんばんは。ちょっともう終止符を打つためにもう一台もやっていこうと思います。で、部品がですね、この辺の細かいの時間かかるんで切り出しておきましたもん。ということで、まあどれぐらいの、一応説明書ついてますね。これ500番台の銀色朝日号なんで、とりあえず割らしていきます。ていうか普通に考えて怖くてできないよね。俺もぶっちゃけ怖かった。どっちからやっていこうかな。上からやっていくか。ただそれなりに時間がかかると思います。あれ、ハンターグラブが取れたまあいいや。このレンズユニット、レンズユニットをギュッと開いて、結構無理くり外しちゃってます。そうするとね、見えるかな、あれ、ここに穴開けの、穴開けのこの下穴がちょっとついてあるんですよね、この辺に。これを説明書に従って、これ、この絵図が今写した場所のこう穴を開ける場所が書いてあるんで、500番台はどこだとか、1番ホイッスルカバー、とりあえず1番開けます。これだとちょっと斜めに開いちゃうな。ドリルの細さとかは書いてありますけど、俺の場合適当です。適当とかです。まあ、一応接着するつもりではいるんで。あと信号円管が2番、これか。もうこっち側穴開いてるんで、ほら穴開いてますね。あとアンテナカバー、列車無線アンテナ3番と5番、これと、はい、これで開いたと。で、この穴にちょっとこうバリ取った方がいいな、目立つな。よし、こんな感じで4つ穴開きました。したらこれをのつけて、まあ、接着剤はこれ使ってます。多分説明書の指示の穴で開ければちょっときつめでギュッて入るんだろうけど、取れるからさ、接着しちゃう。で、信号円管、最初から塗っとくか。あ、ここ。ついたかな？微妙に接着して。ああ。と、ホイッスルカバー。ホイッスルカバーどれだっけ？
そういえば見かけない。あ、ここにいた。切り出してもらった。フェイスルカバー3色入ってます。このアップグレード、これ折った方がいいな。ニッパーで切るとね、ニッパーで切るとあんまりよろしくなかった。切りすぎちゃったりして。ウィッスルの向きがどうだったっけ。これ接着しないでも結構きついわ。接着しないでいいや。結構きつい。サビがついてないからちょっとここだけ浮いちゃってるけど、向き逆かな。こうかな。あんまやると折れちゃうか。あ、わかんない。あんまやめとこう。ちょっと尺が長くなっちゃうから、とりあえずこれで上ももおしまい。3つ、アンテナとホイッスルと信号変換。はい、次はエアホースいきます。エアホースはね、このバンパーにはなけんで、これバンパー別売で売ってるんで、まあ、よっぽどひどい失敗しない限りは大丈夫だと思うんですけど、自分の場合大体場所分かってるんで、この辺かな。数ミリずれたって分かんねって、よく見なきゃ。そんな深く掘る必要ないから、これも結構きつめに入るんだけども、一応接着しておきます。接着しても取れて、そのうち気がついたらなくなってるパターンが目に浮かぶけど、したら、あ、この短いのからつけた方がいいね。短いのつけづらいから、ちょっと緩いな。ちょっとバリを巻き込んで硬いぐらいのがいいんだよな。これちょっとね、ゴム系だから、さっきの接着剤でつかないかもしれないんですけど、バンパー側は多分溶けるから、一応点付けで流しとくと。保険。したら、こっちもちょっと緩いな。気に入らないな。この機関車は重いから手で持ってるの辛いな。
ちょっと接着剤流し込んで、キュッと。取れたら取れたで。と。こんな感じで、これも念のため流しておくと。どう？ちょっと光が微妙だね。これで3本ぶっ刺したと。これを両面やって元に戻せば終了。ちょっとせっかくなんでこっちもやるか。あ、とりあえずこれの戻し方か。これ戻す方がむしろ簡単。これあれ、ちょっと開いてやればほらパチンって収まるから。取るときがちょっと怖いかもしれないかな。取るときがちょっと怖いかも。まあでも基本丈夫、この加藤の製品は本当丈夫にできてるよ。何にしてもあ、窓が取れた。消すんのかよと思ってさ、すげえ大変っていうか難しいじゃんと思ったけど、まあ、やっちゃえばなんてことはねえみたいな。あれ、フロントガラスが取れちゃった。どうついてんのよ。これ接着もしねえで外れねえではまってるよな、ちゃんとてるよな。で1万円しねえんだからすげえよな。あ、やべ、手すり折れてんじゃん。これでいいのかな。これなんか、なんかしっくりきてねえな。待て、これ外からはめんのか。持ってねえな。これで余ったか。よし、ここの手すりも折れてる。乱暴だからね、ちょっとね。ちゃん事故とかで壊れちゃうんだ。よし、電信部品なくす前に刺しちゃわないと。信号円がここか。あとは当たらなきゃ。ホイッスルはこれ手でもいだ方がいいかもしれない。こうやってニッパで切ったら塗装の部分が持ってかれた。
いね。ちょっと穴がきつい。ちょっと広げて。あれどっち向きだっけ。見えねえし。だけどこれどっち向きだったっけな、どっち向きだっけな、まあ、これ後で回せるから、はい。まあ 2,30 分はかかってる、どれくらいかかってる、うん、2,30 分はかかるね。まあ、せっかくなんで全部作業工程終えてみようか。ここまで来たな。リアルタイムだからね、このなんつうのノーカット、ノーカットの生放送でございます。これも3代目なんでこれぐらいで済んでるけど、1代目はやっぱ時間かかりましたね。つうかわかんねえみたいな、やべ、つけすぎた。まあいいや。わかんない。あれこれホースどっちがどっちだっけ。あれ。なんせ部品が小さいから老眼には辛い。こっちか。これがここだな。なんかちょっと緩いな。しつつ穴を溶かしつつ無理くりめり込む、無理くり、ほら球体と溶けてね、すげえ溶ける力が強いからギューって入っていっちゃうんだよね。ちなみに老眼がひどくって、ほんとこれホース違くね、なんか違う気がする。 いや違うかろうが違うかろうが、よしよし、はい、せっかくなんで最後までやります。どれくらい時間かかってるかっていうのもあって、これ向きはこのスイッチの位置もそうなんですけど、こう矢印が書いてあるんで矢印の向きを合わせれば
大丈夫です。ここに黄ばみ矢印が書いてある。あとはちょっと開いて。はい、こんだけ。で、パンタは穴に刺さってるだけなんで、はい。これで終わりかな。これで終わりました。この通り信号炎とアンテナとホイッスルついたでしょ。とあとエアホース両面ということで、アップグレードパーツ3代目意外とわけねえな。 3回目になっちゃえば。あとこれがついてきます。なんだっけ、この JRF30 周年とか20周年とか、ここは磁石になってるんで、こんな感じで以上かな。20分ぐらいでできた。やっぱ3回目は早いね。以上。